皆さんこんにちは。スーパー百姓を目指してオランダで農業を勉強しています森田咲です。今日はこの今のコロナ騒動がヨーロッパの農業に与えている影響、特に労働力についてお話しします。動画の後半では私が農業と労働力について考えることを話すので、ぜひ見てみてください。皆さんもうニュースで見聞きした方もいるかもしれませんが、今ヨーロッパの農業は人手不足が深刻になっています。その大きな理由は、今までヨーロッパの農業は移民労働者や季節限定の労働者に頼ってきて、まあ例えば東ヨーロッパやアフリカ北部などから労働者が、その労働力が必要とされる時に来るわけです。しかし今このコロナの影響で各国が国境を封鎖したり制限をかけたりしているので、他の国からその農業の人手が必要とされている国に労働力がこう動くことができなくなってしまっています。なので人手不足がとても深刻です。例えば、イギリスではこれからの夏のシーズンにかけて約8から9万人の人手が不足するのではないかと言われていますし、ドイツでは毎年30万人ほどの季節労働者を受け入れていますが、そのうちの10万人が不足するのではないか、フランスでは20万人の不足、イタリアでは25万人の不足が予測されています。これからのシーズンにかけて、例えば今種まきをして、で後で夏や秋にかけて収穫するものの種まきや植え付けができないと、これからの季節に収穫できなくなってしまいますし、あと今の季節収穫するもの、例えば旬のホワイトアスパラガスやイチゴ、そういうものも収穫する人手がいないと、まあ、畑には植わって育っていて収穫する準備ができているのに、そのまま畑に放置されて腐ってしまうというような悲しいことになってしまいます。特にヨーロッパの各国、農業大国は特に季節労働者や外国人労働者に頼っていて、例えばイタリアでは農業界で働く労働者の 90% が季節労働者だと言われていますし、他の国でも 80% とか、そういう数字、高い数字も多いそうです。で、今そんなに何十万人も人手が不足している中、各国はどう対応しているのか。まずイギリスはルーマニアからチャーター機を飛ばして、それで、6機くらいなんですかね、この1ヶ月2ヶ月で、それで人手をこう農業界に確保するということ。ドイツでは農家が特別申請を行うと、今2週間の隔離、入国した人には2週間の隔離が課されるのですが、条件を満たせばその2週間の隔離をせずに農業で働き始めることができるようにする。イタリアでは農林水産大臣が、レフュージーだから難民申請を出している人たちも、労働ビザを取れるようにするべきだと述べています。またフランス、イタリア、イギリス、ノルウェーなどでは農林水産大臣が失業者に向けて農業界で働くように呼びかけています。特に飲食業界ではレストランとか閉まってしまっていて、大量の失業者もしくは収入がとても減ってしまっている方が出ているので、そういう人たちに呼びかけて農作業をしてもらおうということです。例えばノルウェーではそのような失業した方が農業で働くと、農作業に対する賃金に加えて失業手当の 50% がもらえるということを読みました。他の国でも同じようなことが行われるっていうと思います。そんな感じで失業者を農業界へこう移動させる、労働力を移動させようという農林水産大臣たちの呼びかけが各国で行われています。そういう呼びかけに対して、例えばイギリスでは3月末までに約1万人が応じた、興味を示した。あとフランスでは3月末までに15万人がその呼びかけに応じたと報道されています。ではこれで失業者を救って、かつ農業界の労働不足を少しでも緩和できるからいいやというわけでは、簡単にはそういかないようです。ニュースサイトを読んでいたところ、いろいろな問題もあって、例えば農家からしたら今こんなに応募があっても
労働力が必要とされるのはもうこれからの5月6月まだ先なのですね。なので今こんなに大量の人を雇うことができない。それに対して応募した人も今働きたい、今あの今収入がないのだから今から働きたいということで、まあ、その季節労働力を必要とする時期と仕事を必要とする時期のそのミスマッチが起きています。あと農家からしたら急にこんなにたくさん人が来て、まあ、たくさんでもなくても人が来て、でもその人たちは今まで農業界で働いていたわけではないので、まあ、単純な作業はできるかもしれませんが、例えば機械を扱う作業、そういうのは一から教えないといけないわけですね。それがとても大きな負担になると言っていました。逆に労働者、失業して農作業をやりたいという応募した人から見ると、そういう人の視点だと農家は安い移民労働者を好んでいるというように見えるようですし、あとところによっては労働環境が劣悪だとか、あと寝泊まりするところが狭いとか、そういう不満も出てきています。あとは労働者からして農家たちは自分たちを怠け者だと見ているとか、そういう意見もあったりします。ということで、この問題はそう簡単には解決できるものではないようです。ここで私は大きな方向転換が必要だと思います。今のこの失業者を農作業へというものは表面的なものですよね。今一時期失業しているからこっちに働いてもらうというような、でもそれでは農業と労働力に関する根本的な問題を解決できるわけではありません。私は根本的な問題はまず一つはギャップに基づいた労働市場の設計ということだと思っていて、これは何かというと生活水準の低い国と高い国があって、でその高い国で農作業というのはもちろん高い国の中では労働環境が良くなくって賃金も低い方かもしれませんが、その生活水準が低い国の人から見るとこっちの水準の方がいいので、まあ、喜んで農作業をしに行く、そういう生活水準の差、賃金の差に基づいて、まあ、労働力の確保が行われているわけです。これは農作業だけではなくって他の分野でも見られますよね。農作業というのは土地があってそこで耕すことが必要なので他の国からこう労働者が来るわけですが、例えば工場だったら工場の移転、今までは先進国にあった工場を労働力、賃金が安いからと中国に移転していたものがだんだんと中国の生活水準が上がってきて今は東南アジアなどに移転されています。この例で見て分かるように、このギャップに基づいた労働市場の設計というのは生活水準の差が縮まっていくにつれて成り立たなくなっていきます。この持続性が薄いというのが問題の一つですが、もう一つ私が思うのは労働力が安いから水準が違ってこの一番低い賃金でも働いてくれるからこの賃金でいいやという考えはあまり好ましくなくて、もちろん賃金の差があるから生活水準が違うからこっちの高い方で働きたい、だから働くという意欲はいいと思うのですね。別に働いてもいいです。ただし、まあ、賃金が安いからって言って雇うというのはどうなのかなと思います。あと農業食というのは国民の命を支えるもの、国民というのを、まあ、市の単位で見るか国の単位で見るか欧州という単位で見るかもしくは世界という単位で見るかは別他の話ですが、その人の命を支えるものなのでその食べる人も農業に関わる何か知る必要があると思いますが、それを他国の人にアウトソースしてしまうことで国民が農業から命から離れてしまうというのもあまり好ましくないと思います。じゃあ人手が足りないなら全自動化すればいいのかというとそういうわけでもないと思っていて、これも同じようにロボットにやらせてしまうとそれがロボットがやる仕事、そして私たちは人はそのロボットが作ったものをまあ食べる、そうすると土、食事、農業というもの、命を支えるものからどんどん人が離れていってしまって、命がどこから来るのかということが分からなくなってしまうと思うのですね。なので何かしらの形で国民、まあ、人々が食に、農業に、土につながっているということが大切だと思います。以前少し前に反応反 X という言葉が出てきましたが、まあ、そのような感じで兼業、
という形にするにしろ、まあ、農業を始めてしまうにしろ、家庭菜園、ベランダ栽培にしろ、何かしらの形でまず土につながっていること、あとはあの土地も誰かがその愛を込めて耕すこと、そんな形の国になっていけたら、世界になったらいいなと思います。ただ安い労働力を使うのではなくって、やりたいから耕したいから、土と地球とつながりたいから、まあ畑を耕すということですね。ということで今回は欧州のコロナ騒動による農業の労働力への影響から、まあ、農業の労働のあり方について少し話しました。ということで皆さん元気で、次回もお会いしましょう。